損害保険株式会社とは、個人向け自動車保険を中心とする通販、専門損害保険会社。インターネットと電話でのみ契約を受け付けるのが特徴。MS&AD インシュアランスグループホールディングスのグループ会社。1995年の金融ビッグバンを受けて、三井物産により1999年6月に準備会社として、 物産インシュアランスプラニング株式会社を設立。2000年5月に損害保険業の免許を取得して、称号を現在の三井ダイレクト損害保険株式会社に変更し、翌6月より営業開始。2007年3月には同業他社よりやや低かったソルベンシーマージン比率を引き上げる目的で、三井住友会場火再保険株式会社などを 引き受け人とする第三者割当増資を実施し、三井住友会場の出資比率は66.47%となり、同社の連結子会社となった。2008年4月、三井住友会場グループホールディングス株式会社の設立により、三井住友会場火災保険株式会社、三井住友会場メットライフ生命保険株式会社、 三井住友会場きらめき生命保険株式会社と、共に、同ホールディングスのグループ会社となった。2010年4月、親会社の三井住友会場グループホールディングス株式会社が、愛用遺損害保険、日清同和損害保険との経営統合に伴い、MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社に、解消した。2014年春頃、 親会社となった MS&AD 社の移行により、車をモチーフに、簡略化したデザインの車掌券、ブランドロゴが使用されなくなり、同7月期より、同グループの統一ロゴフォントを導入し、現在に至る。ありがとうございます。